孫春蘭は、中華人民共和国の政治家、国務院副総理、第18期19期中国共産党中央、政治局委員、天津市党委員会初期、福建省人民代表大会常務委員会主任、中華全国総公会副主席、初期どころ、第1初期、中国共産党、中央同一戦線工作部部長を歴任した。 中国共産党として満オ薫に次いで二人目の女性の省委員会初期である。第15.16期中央候補委員、第17期中央委員、第18期19期中央政治局委員であった。1950年5月24日に河北省尿備県に誕生する。15歳で安山市工業技術学校機械専攻に入学し、卒業後は、 安山土系工場に工員として勤務し、その間職域投資部委員、工場共産主義青年団委員会責任者を務めた。文化大革命中の1973年5月に中国共産党に入党した。翌年に安山市第一経工業局に採用され、党委員会常務委員兼究生団委員会初期に任命された。 文革集結後の1978年に安山河川網防石工場に移り、工場革命委員会副主任、党委員会常務委員、政治どころ、副主任、副工場長、党委員会副書記、書記を歴任し、1988年には安山市婦人連合会主任に就任した。1990年代になると出世が早くなり、1991年に、 両寧省総合会副主席に抜擢され、1993年に両寧省婦人連合会主席に転任して1994年には両寧省総合会主席に任命された。1995年に両寧省党委員会常務委員に選出され、古今池、聞き利活教の3人の小委書記を経験した。1997年に、 両年省委副書記検証委等高校長に昇進し、2001年6月には両年省庁代理に転出した薄木博次井の後を受けて大連市党委第9期委員会第1回全体会議において満票で市党委員会初期に選出された。2005年11月末に東中央に移動し、中華全国総工会党グループ初期に就任した。その数日後に、 全国総合会第14期執行委員会第3回全体会議において、全国総合会副主席に選出され、かねて初期どころ、第1初期及び党グループ初期に任命された。2009年11月、同様にかつて全国総合会幹部であった、露天公に代わって、復権省党一書記に就任し、万章薫以来二人目の女性の省委員会初期となった。 2010年1月より、福建省人民代表大会常務委員会主任を、兼任している。2012年11月15日の、第18期中央委員会第1回全体会議で、中央政治局委員に選出され、11月21日には、超高来に代わって、天津市党一書記に就任した。2014年12月に、 汚職容疑で解任された、霊計画の公認として、第14代中国共産党、中央統一戦線工作部部長に就任した。2018年3月に、第12期全国人民代表大会で、国務院副総理に選出された。2012年に失脚した重慶市の薄木博士、来前党委員会初期とは、懸縁の中だという、ありがとうございます。